アンハサウェイのコテージは、イングランド、ボリックシャーの村であるショッタリーにある家屋である。アンハサウェイの家と呼ばれることもある。ウィリアム・シェイクスピアの妻アンハサウェイが、子供の頃住んでいた可能性がある12部屋の農家で、ストラトフォードイコールアポニイコールエイボンから1.6キロほど西にある。複数の寝室を持つ広い家屋で、現在は大きな庭も整備されている。 家の一番古い部分は15世紀以前に建てられている。高い部分は17世紀に建築された。この家は、シェイクスピアの時代にはヒューランズ農場として知られており、36ヘクタール以上の辞書が家につながっていたと考えられている。この家屋をコテージと呼ぶのは、実のところ誤解を招く呼び方であり、通常コテージと呼ばれる家屋よりも、はるかに広い。 この時期に建てられた多くの家屋同様、アンハサウェイのコテージには複数の煙突がついており、陶器には家にまんべんなく熱を広げることができる。最も大きい煙突は料理に使われた。木骨作りがよく見える作りで典型的なチューダー様式の民家である。アンハサウェイの父、リチャードの死後、コテージはアンの兄弟であるバーロソミューの所有となった。 1846年までは、ハサウェイ一族の所有であったが、金銭的な問題で、一族はこの家を売らざるを得なくなった。しかしながら、シェイクスピアバースプレイストラストが1892年に、この家を買った時もまだ、ハサウェイ一族が、尺家人として住んでいた。シェイクスピアバースプレイストラストはこの家が18世紀以降に、受けた変更や、 負荷の形跡をなくすような改装を行った。1969年にコテージは火事で大きな損害を被ったがトラストによって修復された。現在では博物館として一般に公開されている。アンハサウェイのコテージと2はアンハサウェイのコテージを原寸大で再現した家屋が世界中に建てられている。ありがとうございます。